つくば市南中島茨城県道202号、縦の牛久線は、茨城県つくば市から牛久市までを結ぶ一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、つくば軍や田部町大技、縦のを起点とし、稲敷郡牛久町を終点とする区間を本路線とする県道間や牛久線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号202となり、現在に至る。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、 当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。ありがとうございます。